人生を変える言葉、マラソンランナー有森裕子の言葉。スタートの時点で本当は結果はほとんどわかるんです。走り始めた瞬間に、今回はうまくいくな、今回は金メダルだなとかね、そういうことがわかるということなんです。ビジネスにおいても始めた瞬間にこれはうまくいく、うまくいかないというのがわかりますよね。成功とは何を始めるかというスタートのところでかなりの部分が決まります。もしイチロー選手も、もしスタート地点がテニスの選手だったとしたら、今ほどうまくはいっていないかもしれません。人はこれをやれば成功するというスイートスポットがありますので、このスイートスポットを見つけるということがスタートの時点を制するということなんですよね。あなたはスタートの時点が間違っているのではないでしょうか。本当にその仕事で天下取れますか。それを考えて仕事を選びましょう。まだ見つかっていないとしたら、まずはスイートスポットを知りましょう。